はい、こんにちは。こんにちは。スパークス55です。はい、どうも。3人です。 SMA、うん、ソニーミュージックアーティスツ、はい、我が会社が、はい、50周年を迎えるということで。ほう、すごいですね、50周年。僕さっき初めて聞きましたね、うん、びっくりしました、さっき聞いた、聞きました、びっくりしました。だ、僕この間それ計算したらですね、はい、39年目ですよ、僕ら。あの、俺らが、俺らが養っていただいて、養ってもらってね、39年も決して俺たちが支えたとは言えない。そう養ってもらって、俺たちはおこぼれおこぼれぶら下がっているっていう感じですけど。すごいです。39年、え、本当でね、マジで、本当本当そんなになる、なるらしい。そっか、そうだよね、19歳で。そう今50、まあそうか、だからその頃はこのタイトルでしたから。あ、事務所、これがだからなんだっけ、お題のなんか What's SMA? SMA とは、とはエイプリルミュージックだと。だ、俺らにとってはこの名前でしたよという、はい、そうですね。あの、ここからどんどん変わっていったんでね。そう今となってはもう多分知らない人もいるんでしょうけど、はい、いや知らないでしょう。あれ、 SMA からもう前はエイプリルミュージックだと。いや、 CSA、 そう、 CSA もあんじゃん。そうだ、あとスターズ、スターズも分かれたじゃん。そうか、あのまず2つにまた途中で分かれて、もっと分かれてって。もう今 SMA にいる人が何人知っているか。ヒットエンドラン、まあね、もうね、もう今もだってさ喋ってたけどさ、うん、もうああって喋ってる人がもう定年を迎えているっていうこの状態。だってあの人、俺ら知ってる限りは新人で入ってきてる。そう、新人だって同期でしたよ。そうだ、あの人も39年いたってことでしょ。そうよね。で、定年になってるってことはすごいよね。俺らないの定年。いや、一応ないけど。ミュージシャンはないの定年。まあ、出てけって言われる可能性はあるよね。まあ、出てけが必要ないと思った時じゃないですか。まあ、そうですよね。なんか悲しい話になりましたけど。まあ、基本的には50年も、事務所は、はい、やってきて、ね、うん、おめでたいということで、うん、はい、まあ、これからもぜひ、皆さん、稼いでいただいて、僕たちがお世話になりたい。そうです。それを言いたい。若い人が稼いで僕たちが養ってもらう。それが一番ですよ。いや、それが世の中ですから。そうね。それはそうですよ。そうです。それが世の中ですから。で、威張ってる場合じゃないですけど。よろしくお願いしますってことです。おめでとうございますってことですね。おめでとうございました。また何かやりましたら、多分50周年の何かってことじゃないですか。はい。やるのかね。何かあるじゃないですか。知らないですけど。ってことです。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。これからもお世話になります。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。